関東ではいつも調子が決勝とかでやってるのになぜか本当に昔から安定して考えて大体決勝で渡ってるイメージだった。最近若干ちょっとの勢いが持ち耳でちょっと早めに死んでること多かった。さあ終点は何？どっちにしろこの2人が早く落ちるっていう。本当に YD 騎士の終点が大好きなんですよ。ないあるのあるカウンターステップとしてあるんですよ。そしたら1戦目はまあお互いですけど、まあ、どのステージって自分はちょっとあれが見てないんですよ。壁張りって言い方そうです。さあバナナから横今日後発かそのバナナ。さあジャンプフリップ、これ強いの右バナナを出すか NB で消されていく。あと上その後発か、これは安定して火力を稼がれていって非常に厳しい。バナナを踏んで、あーっと、クエこれはベック剣をミスってしまって、クエであっという間に死んでしまう。ちょっとチョコ厳しいですね、これ。さあバナナショートジャンプ様子見を読んでバナナ投げもやる。だからこれこういう選択肢もあるし、なんていうのかね、バナナ投げが嫌で毎回後ろ回避をしちゃうようなことがあるんですよ。だからショートジャンプから投げるっていうことですよ。昔からでもあったと思うんですけどね。さあ後ろ回避、回避様子見を読んでフリップフリップその信用で攻撃をっていく。もっと厳しいけど、これはまあフリップなんてしませんよ。そこがこれフリップ先にサボってますよ、まあ、前回の大会は見れば分かるんですけど、フリップ目の手をちょこう軽くかけてる、まあ、今みたいにこうやって差し出されちゃいますね、甘いフリップ。さあ、どうやって。あーっと、これはステージ何なんだろう。これはまだリリーはあまり返ってきてないですよ。危ないステージと危なくないステージがあるぐらいの、まあここは危ないステージだけど、あえてやったらフリップできなくて、まあ、あえて大丈夫だろうと思ってるようにやったと思うんですけど、やっぱりな上ね、前感染があるから掴みが確定してしまうのか。さあ、掴み阻止して、ね、行く前これ前ですね、ちょっと前ですね、いつも前ガードしてから横強で感じると思うんですよ。しかもこれ、思ったよりはしっかり対応してくるんですよ、はい、あんまりできないゲートですね。これあと、ちょっとこれ下投げの後がかなりミスが多いですね。ちょっと確率も悪そうか、あくまでミスが多いイメージです。そうですね、読み合いもあまり返っていない。ステージが特に何も相談もなしに同じ終点で行こうよ。終点の終点か、わざわざ終点化する必要は全くないさあ、いつもの2人がいつものステージを生かす。これリリがね、あとこのジェロサム、チョコジェロサムだけじゃないと思うんですけど、地上と体育の牽制技でこのクラップ、はい、空中 Z を、はい、結構ジェロサムが巻くと思うんですけど、リリがこの身長低くて結構当たってないんですよ、ね、あですよね、あと足も速いんで、だからこういうところで牽制触れないなっていうのもかなり厳しい。ラッシュ読んで横横横横ジャックはフリップで差し返したいね。あーこれジャンプで返ってきた。さあバナナを取ってジャックはリセット、掴み弾を2回入れていく。レバガチャが早い人とかが来ますよ。危ない危ない危ない、上投げこれもう入らない。あーこれ4、あーこれさっきとは違うタック、まあ完全に2タック、どうなんだろうな、ジャンプジャンプすれば間に合いますね。結構ジャンプができる、この判断がね、投げられてる方って怖くてできないんですよね。おっと、もう発火 NB、NB、掴みをバナナを持って、このバナナ持ってるに結局反撃を取り出して、このワークが近いと多いんで、それの方に結構ルールをしっかり取り出して。おっと、これは一方的に正直でいろいろ頑張っていきたいわ。おっと、じゃあ今日ショートジャンプ、この空間が非常につらいんですよね、まあ、どのキャラもそうだと思うんですけど、そういうところにこうやって下級を、地域もそうなんですけど、空間読みでしゃがんでよけて下級を参加するみたいな、そういうのは結構、おっと、下 B で攻撃が出ていたが、空間に一方的に負けてしまう。さあ、これ、ちょっと打開策が
ないですね。バナナ出されてはちょっと追い詰められて、バナナ出されては追い詰められてって言ってさっきから6になってますね。ちょっとキャッチをミスったか。キャッチをミスったというよりはフーチロー前に出すぎてバナナやってきた。さあどうですか。NDD これはわざと無理をしてバナナ出す必要ないんじゃないですか。そうですね、つかめていいじゃん。こうするじゃん。これは危ない。おっと確認が遅くなってしまって買ってきなかった。さあそのままに。これ NB 当たると死んでます。あっとこれは、これは危ない。危ない早い。うまいしかし。うまい。これ確定してるんですかね。確定はしてないと思うんですけど、まあ、ただ動くと当たっちゃうんで。これくまやふていくしかなくて、あ、これはまた電源を行ってしまって、ちょっとバーストパーセントのこのミスが見にましたね。全ストック同じぐらい。そうですね。ちょっとちょっと久しぶりにあっけなく負けてしまった。